では行ってきたいと思います。せーの、さっしょ。はい、こんな感じになりました。 We've been on and off and off and on。 前回はドミニカ共和国で、ジョーさん、ジョー、バーバージョーでしたかね。バーバージョーっていうカット屋さんで、首都サントドミンゴの国立大学みたいなところの近くにですね、でそこでジャスティン・ティンバレイクみたいにしてほしいってお願いしたんですよね。で結構いい感じだったんですよね。今回はどんな髪型を依頼したかと言いますと、今回はですね、はい、ブルーノマーズさんですね。ブルーノマーズさんに将来的になりたい。髪の毛がですねちょっと足りないので、今回は何ですかね、人影がリザードみたいな、こう途中段階ですね、次リザードンみたいな感じで、はい、ブルーノマーズみたいな感じですね、はい、天下の、エンターテイナーのですね、天下のエンターテイナー、グラミー賞いっぱい取ってる人ですけど、彼の髪型に次回なるのかな。でもかなりですね、これワックス何もつけてないんですけど、盛ればブルーノマーズになれるんじゃないかなみたいな感じがしますね。はい、盛ればブルーノマーズになれる、そんな気がする。はい、ブルーノマーズ氏の髪型になった暁にはですね、アカデミー賞の方に参列させていただきたいなと思ってますので、はい、皆さんもよろしくお願いいたします。髪の毛もいい感じになったところでですね、今週末なんですけど、週明け3月の25日ぐらいからですね、実家の方に畑仕事に行っていきたいと思います。出荷シーズンといいますか、はい、一番おいしい時期になってくるんですけど、結構人気でまだ、注文があるということなので、その出荷のお手伝いをしてこようと思います。瀬戸内海特有の環境が発作が独自の甘みというか美味しさをですね作ってるみたいです。特に今年は美味しいらしくてですね、はい、皆さんよかったら食べてください。なんか宣伝になっちゃった、はい、では皆さんまた会いましょう。バイ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 バ